皆様、こんばんは、浅香智子でございます。今日はね、1月の7日に、渋谷のリビングルームカフェで、残念ながらコロナのあれな感じでできなくなってしまいましたので、楽しみにされていた方もたくさんいらっしゃると思うので、何かできないかなと思いまして、トーク動画を上げちゃおうかなと思いまして、お二人を呼んでみます。浅野翔くんと高島英介さんです。わどうもこんばんは。一緒にやりたかったですね。ね、やりたかったですね。まあ仕方ないですけどね。いや、つらかった。なんかその延期っていうワードが来た時に、はあってなったんですね。ね、3人で一緒にライブできたの、そもそも夏9月あたりなんかいろいろやったきりだったから、すごい楽しみにしてたんですけど、自然の力にはかなわない。まあまあ、ちょっと虎視眈々と延期できる日を、待ち望みながら、今日はもうちょっとこうなんか人となりみたいなのをたくさん知っていただけたらなと思うので、事前にですね、 SNS で私たち3人に質問がないですかみたいな感じで募集しましたところ、結構いろいろ出てきたので、今日はその中からどしどしお答えできたらなと思っておりますが、よろしいでしょうか、お二人とも。はい、はい、お願いします。お願いします。3人はどのように出会ったのですか。各々の第一印象と現在との違いはありますか、とのことです。バラバラですもんね、これ出会った時期がね。うん、そうですね。私はね、エスケさんと2016年の12月なんですよ、出会ったのが。あの現ミントホールですか。はい、そうです。元は横浜オーサイト。はいはい、そうですね。そうですね、もうあそこで、はい、対バンみたいな感じでしたよね。そうです、そうです。あのスタイル3さんと、で私がソロで出ててみたいな。で、私はあのそれこそ演奏するのに他の楽器のサポートいなかったんで、同期、あの音源別に流してあ、はいはいはい、みたいな。いやー、すごい、うまく同期を使ってこもり上げて一人で何でもできてっていう印象が。うん、僕らはなんか一回モーションブルーのライブとか GC 部だとかわかんないけど、職人見てもらって、はいはい、まあ、素晴らしい三味線の奏者がいると、いうことを聞いて、で一回翔くんとはライブ見にも来てもらってから、何年前ですかね、3年前ぐらいですかね、何ですかね、エスケさんのアルバムに、はい、はい、レコーディングもしてもらって、はい、っていうつながりでですね。じゃあ翔くんは英介さんのその演奏を見たときどう感じたんですか。え、めちゃくちゃかっこいいと思って、こういうの自然でやりたいと思ったんですよ。おあのこうミュージシャンいっぱい、しかもなんか一級のすごいミュージシャンばっかりだし、後ろにジャンプしながら弾いてるし、かっこいいと思ってこういうのやりたいと思ったところからして。なるほど。そうなんですよ、たくさん声かけていただき、去年4月の七夕のエスケさんのライブで、浅香さんとも出会った。はい、はい、ね、まだまだ全然半年ぐらいしか経ってないんですね、翔くんとは。ああ、翔くんと浅香さんは。そうなんですよ、意外と全然まだ歴が浅いんですけど、でもなんかすごいこう和気あいあいとした感じは、なんかもうなんか年単位で付き合いがある感じが勝手にして。確かに、あれ出会った時期そういえばって、この質問来た時に、あれまだちょっと待って半年しか経ってないと思って。いや、もうあの日に結構もうすごく素晴らしいライブだったですよね。そうですよね、楽しくて。楽しかった。コラボ演奏する際、お互いの音を聞く以外にどのようなことを大切にされていますか。寄り添い。寄り添い。翔さん寄り添い。エスケさんは。
どうしてもその役割がメロディー楽器なので、うん、メロディーを引っ張ることが多いじゃないですか、基本的に、うんうんうん、だけどコラボってなるとそこを翔くんがメロ弾いたり浅香さんがメロ弾いたりっていう部分のこのスイッチの切り替え、今はコラボの中でもこの人が主役だっていう、なんかそのスイッチの切り替えは、まあ、ちょっとこれから気をつけ気にしていきたいなという部分かなと、うん、バッキングに回る部分、バイオリンがっていうのもちょっと研究の余地があり、あるかなと思ってます。なるほど、はい、ピアノはそれこそあのエスケさんとちょっと対局というか、うん、基本はバッキングが、うん、多いじゃないですか。だからもう相手の音を聞くっていうのが大前提で、自分の演奏はもうなんか無意識にできるぐらいで、ちゃんと人の音を聞いとかないと、そうこう瞬発的に反応ができないのでっていうところで、それ以外でってなるとなんだろうな、お互いの音を聞くっていうところにちょっとつながってる感じはあるんですけど、演奏している人を見てることが多いです。あの演奏しながら視界に入れるようにしてるっていうか、うん、うん、次の発音の1音どこで来るみたいなのって音より視覚の方が早いので耳だけに頼らずにちゃんと目で相手を見れるように、なるべくだから楽器を置く位置だったりとかも極力目視ができるところにしていただいたりとか、うんはしてますかね、うんうん、その方がやっぱりこの三味線だったらこう、バチの、ね、あの振り下ろされるあの瞬間を見逃さずにとか、だからもう手は次の音は決まってるんですよ。もう弾くとこここって決めたら置いといて、落ちる瞬間でバンって弾くみたいな、あっていうのだったり、バイオリンだったらこの次入る瞬間のあのヒュッてこうここが動く瞬間みたいなとか、体の肩とか何かがこう微細に動く瞬間を頑張って見るようにしてる。ああなるほど、うん、すごい。 そうすると入りがちゃんと本当にオンでちゃんと合うんで、素晴らしいかなあ。もあだ私はだから目視目視目視見る見る見る。コラボの選曲はどのようにして決めていますかとのことです。オリジナルの曲はね、オリジナルで参加してほしい曲とかですけど、うん、カバー曲の時ってどうでしょうかね。カバー曲どう決めましたっけどう決めましたっけでも結局なんか自分たちでやってみたい曲みたいな感じだったような、うん、うん。浅香さんが結構アレンジしてくれて、そういうのが多かったですけど、デスパシート、デスパシート、そうそうそう3人でやるときって、まあ、あのバイオリンとピアノって割となんなりとできることはあるんですけど、三味線がその中で生きる曲っていうのはやっぱりこう三味線を殺しちゃう曲もあるしと思って、なるべく三味線がフレーズ美味しそうになりそうな曲っていうのはでもちょっと意識してたかも。あ、だいたい浅香さんがね、あのこんな曲どうかって言って候補を出してくれて、うん、その中で翔くんとか僕が、あーこれいい、いいね、だいたい全部いいねなんだけど、うん、そういう感じが個選曲とか多いっすね。ねえ、うん、エスケさん の、 あの7月の七夕の時に出てたラインナップとかは、あれはエスケさんはどうやって選ばれた感じですか。はい、まあオリジナルと、それこそさっき言ったように浅香さんの僕っていうのはなんか何でもできるっちゃ何でもできるんで、そこで三味線が入るとどうこの曲どう面白く変化するかなっていう視点で選んだ、うん、なんだっけ、ウェイクミアップとかかな、うんうん、ね、あれ斬新だったんですよね、私の中で、うん、そういうフレーズを三味線で聞いてみたいなっていう部分で選曲したので、なかなかね三味線っていう楽器に出会わないからね。そう、うん、そうですよね、バンドにいない楽器だから、うんうん、ドラム、ベース、ギター、ピアノ、キーボード、そういうのじゃない部分、まあ、は僕らとしても楽しい日、うん、そこに自然とフィーチャー しちゃう感じで選択しちゃった部分がありますね。
しょもさんはなんかこの曲どうですかみたいな内容が出てきた時に、これ三味線ちょっとみたいな曲とかってやっぱりありますか？なんかあ、まあないと言ったら嘘になるんですけど、ただなんかそこでいやこれ三味線じゃ無理でしょって言っちゃうとつまんないじゃないですか。だから既存の調弦とかをもう無視して、うん、この曲を弾くためにどうしたらいいのかなっていう方向に僕は結構考えることが多い。なんか広がってる感じがもうワクワクが止まらないっていうか、あ、俺今来てるみたいな、酔える感じが、本番で酔える感じが止まらないです、何かチャレンジしたい楽器か、なんか同じその自分がもう今すでにやっている楽器でもなんかチャレンジしたい奏法とか、なんか演奏奏法とかありますかって。僕これ、まあ、YouTube 今 YouTube で配信されているので YouTube くくりでお話しすると、うん、ギター講師高純さんという方がいるんですよ、うん、で本当に昨日の夜その動画を発見して、うんうん、アコースティックギターでいろんなビートとかカッティングとかいろんな、なんかこうフレーズを弾いてる素晴らしい方がいて、コウジュンさんのその動画をカバーしてみようと思ったけど、三味線でこういうことできたらまたなんかかっこいいなーとかと思ってきて、ちょうど三味線でそのギターのフレーズを真似するってこと？フレーズとかそのビートの出し方とか、あカッティングの種類とか、とにかくいろんなカッティングの種類とか、ビートの種類とか、そのフレージング、うんうん、例えばロカビリ風とか、なんとか風とか、全部自分でやっちゃいます。ベースもギターもメロディーもリズムもみたいな。で、これちょっとやってみたいな。やっぱり三味線の息を逸して、どんどん進化するみたいな。いやいやいや。エスケさんなんかあります？僕は今ちょっと ループマシーンを勉強してて、この間一人でルーパー使って、エド・シーランのシェイプ・オブ・ユーやったんですけど、なんかその時は1ちゃんのルーパーなんですけど、6ちゃんぐらいのルーパーでちょっと一人でなんかやろうかな。へぇ、バイオリン1本持ってそう、私も実はループマシンを今年はちょっと勉強したいなと思っていて。はい、いいですね。じゃあ、うん、もうループのアステカさんとループの僕でもなんかよくわかんないようにことしましょうか。えもうずっとぐる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 そこで翔くんがギターのカッティングの三味線やってもうカオス状態に。カオスミニマルミュージックを即興でそこで作る。プロでやっていこうってなったきっかけってありましたか？まあでも僕の場合は大学卒業して司法書士事務所行ってその辞めた時ですね。うん、もうこれはもう後に引けないっていう感じで。あれですね、退路を断つみたいな。そうそっちのタイプです。この辞めるきっかけって、きっかけ、まあ結局勉強しながら勉強する時間を音楽にあってていて、まあそっちの方が単純に楽しい、うん、ということです。はい、なるほど。え、翔さんはどうですか？僕はなんかいろんなご縁が相まって CD を出すことになって、もうこれはプロとして頑張ろう。あれ、デビューされたのおいくつの時でしたっけ？17歳。おー、すごい。あの、その時にはもう意思を固めてました。いやー、かっこいいな、うん、17歳、高校2年生、うん、そうです。絶賛作曲のレッスン通って頭抱えてました。あと1個だけこれは聞きたかった。今一番行きたい場所はどこですか？理由も教えてください。はい、場所、行きたい場所いっぱいあります。でも
対沖縄行きたいですね。ああ。うん。なんかうちの、最近知ったのが、うちのなんか、母方の、まあそっちの方で、琉球王朝で、うちのご先祖様が働いてたっていう、琵琶を弾いてたり、占いをしてた、占いっていう役職があったみたいで、琉球王朝の中で、公職で、それをやってたっていう話を、後で聞いて、ちょっと改めて行ってみたいなという。あとは、イタリアも行きたいですね、バイオリン、自分のバイオリンのふるさとなんで、そこでパフォーマンスしたいなと思っております。はい。いいですね。はい。翔さんは僕、キャンプ行きたい。キャンプやるんだ。しかもなんか貸し部屋とかじゃなくて、本当に自分でテント立てて、外でボケーっとコーヒーとか入れて、したいなぁ、みたいな。いいですね。で、今ちょうど虫もいないし。あの、一人キャンプですか？一人でもいいですし、家族とでもいいですし、とにかくなんかもう、その、大自然の中でぼーっとしたいなっていう。いいですね。逆にどっかこのキャンプ場いいよって関東近郊であれば教えてほしいです。ちょっとそれは、視聴者の皆様に、はい、ぜひ、ぜひお願いします。情報を、翔さんへ。虫がいないところ虫がいないところ。虫本当苦手なんで。だけどテントは、ね、テントでキャンプしたいんだ。なかなかないと思うけどね。冒険感が好きです。まあ、ってなるとやっぱ冬キャンプが一番おすすめですよね。冬キャンプね。ね夏キャンプ地獄なんでね。ですよね。うん。もう虫大量に来るんで。ダメ。私どこ行きたいかな。いや、それこそ行きたいとこいっぱいあるんですけど。でもやっぱね、もう世界中飛び回りたいんですよね。やっぱ。うん。でも、やっぱヨーロッパも一回行きたいかな。ヨーロッパっていうか、フランスにも一回行きたいです、私。うん。なんか、もうどこまででも歩いていけるあの感じがすごい忘れられなくって。うん。1週間の滞在で新品のスニーカーダメにしたぐらい歩いたんで。うん。あとはアメリカも行きたいですよね。今もう真っ只中だから絶対行けないけど、うん、日本だったら北海道行きたいです。あ、北海道ぐるっとこう一周したい。あ、いいですね。もうあの海岸沿いをずっとドライブしたい。うん、基本車運転してたい人なので。あ、運転好きですか？大好きです。あ、うん、でも、どんちゃんしたいなぁ。わちゃわちゃしたいなぁ。本当に。ね、これ、コロナのこのね、やつが終わって、延期した日程が決まったらね、もう速攻で、皆さんと集まれたらなと思います、本当に。その時は、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に。ぜひリモートの演奏動画もやりましょう、一緒に。ぜひ。ぜひ。みんな宅録できるし、と思って。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ、今日のトーク動画はこんな感じで、楽しんでいただけましたでしょうか、皆さん。これからも、ライブ生音で届けるのはね、なかなかちょっとまたしばらく厳しくなりますけれども、おのおのいろいろ動画ね、撮りためた動画なり音源なりはアップされると思うので、ちょっと間をそれで楽しんでもらえたらなと思います。ってことで、じゃあ延期日程が決まったらすぐ発表しましょう。はい、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ視聴者の皆様、また近いうちにお会いしましょう。わー。